こんにちは、飼い主です。恥ずかしがり屋なのでヒーターの裏からいつもひょこひょこ顔を見せてくれるエメオ二世さん。我が家にやってきてから特に大きな病気をすることもなく元気に暮らしてくれています。ご飯の時だけ顔を出して急いでヒーターの裏に帰っていくので、水槽全面に水草を設置してあげたら安心するのではないかと思い、ナヤスを入れてみました。その隙間はさすがに通れないと思うよ。水草のおかげか、今まで見つめているとあまり足を伸ばさなかったエリアまでお散歩するようになり、小さな変化が飼い主にとってはとても嬉しいです。水草の間をうまくすり抜けて泳いでくれていますね。そういう姿を観察するのもとても楽しいです。しかしテトラさんのスライド LED だと光量が足りないのかダメになってしまいました。水草をうまくキープしてあげられなくてごめんね。そこで水槽のライトをジェックスさんのクリア LED パワー X600 に変えてみました。今までの水槽のライトとは段違いで明るくなり、水槽全体がとてもクリアに観察できるようになりました。この明るさは飼い主にとっては嬉しいことばかりなのですが、エメオさんにとっては明るすぎないか、眩しいなって思ってないか、ちょっと心配になりますね。それくらいパワーのあるライトだと思いました。エメオ一世は割とダイナミックに食べ残しも出しながら食べている姿が印象的でしたが、エメオ二世はツン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 食べ残しがないように丁寧に食べてくれる姿が印象的です。しかし結局ナヤスはまた枯れてしまいました。ナヤスがダメになってしまう理由は他にあるみたいです。しかしその後スクリューバリスネリアを入れたところ、ランナーも伸びてきて我が家の水質と相性もいいみたいです。そしてご飯の袋や手を振れば前に出てきてくれるくらい、エメオ2とも打ち解けることができました。水槽のレイアウトも川底を意識した感じに変えてみました。そんな頃、実は大事件が発生しました。ある朝アラームを止めて二度寝していると、水槽がある部屋から誰かが部屋に踏み入れてきたような気配とミシッという割と大きな音がしました。そんな誰も部屋の中に入ってくるわけがないと思って、もう一度まどろもうとしたのですが、なんだか無性に気になってしまい、目を覚ましていつものように寝起きのフグの健康観察に向かいました。するとエメオの姿が水槽のどこにもないんです。水槽の中にも水槽の周りにも水槽の下にも全然いないんです。5分くらい心臓がかなりバクバクした状態で探したのですが、全然見つからなくて、それでも水槽台の下をじーっと見ていると、かなり奥の方で動かなくなっているエメオと思われる塊を見つけました。この段階で5分から10分はすでに経っていたし、手に取ってみるとエメオは動かなくなっていたので、もうダメだと思いました。そんなことを思いながらも、手に取るや否や
すぐにダメ元で水槽に戻しました。するとなんと息をしてくれたんです。でも目も胸びれも全然動かなくて、一点を見つめたまま弱々しく息をしていました。30分経過すると肩で息をするような感じで胸ひれを動かしながら荒くも深い息をするような様子になりました。水槽に戻して1時間くらい経つといつもの定位置に戻ってきていました。どうやら平常運転に戻ったようです。とはいえまだ油断できない状況だと思ったので、注意深くエメオさんを観察し続けましたが、事故から3ヶ月経った今でも後遺症もなく元気に暮らしてくれています。本当に良かったです。原因は水槽前方の2センチくらいの隙間でした。本当に隙間は油断しちゃダメですね。この日から全水槽飛び出す隙間がないように毎晩必ず寝る前に点検をするようになりました。あと少し気づくタイミングが遅かったら、朝の健康観察をしていなかったらと思うとゾッとします。あの日ミシッと人が入ってくる気配がした時にエメオさんはおそらく飛び出したと思うんですが、エメオが床に着地して起きるような音ではなかったんです。あのミシッという音は一昨年亡くなった祖父やエメオ一世がエメオ二世の危険を教えてくれたんじゃないかと今でも不思議な体験のように感じています。フグ一匹一匹の命がとても大切です。事故も病気もなく健やかに暮らしてもらえるように今後も気をつけていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。